どうも、音楽を愛するメガネ男、金本でございます。思わずね、ちょっと今本名言いそうになったんですけど、ジャンヌダルクってどれぐらい知名度あるんですかね。私今30代半ばですけども、私ぐらいの年代の方だったら多分ね、ワンピースのエンディングテーマとかで耳にしたことはあると思うんですけどね、シャイニングレイっていう曲、ワンピースのねアニメのエンディングテーマだったんですけどね、そのバンドジャンヌダルクって言うんですけど、19年かなに解散っていうことになっちゃって、何年だったかちょっと忘れちゃったんですけど、活動休止に入ってたんですね、ずっと。で、それぞれ別々の活動をして、で活動休止状態だったんですけど、2019年に10年ぐらいかな、その活動休止を経て解散っていうことになっちゃったね。好きな人はめちゃくちゃ好きな、ファン未だに多分すごいファンっていると思うんですけど、本人たちがね、ビジュアル系バンドって名乗っていたので、ビジュアル系バンドの一つに数えられると思うんですけども、今言った通りね、その自分たちで俺らビジュアル系だよねみたいな会話をするぐらい、なんかちょっと面白いお兄さんたちみたいな感じのメンバーなんですよ。皆さん関西出身でね、大阪ですね、基本的にはメンバー皆さん、大阪の枚方っていうところを中心にライブ活動していって、インディーズからメジャーデビューに至ったバンドなんですけど、で1999年メジャーデビューですね。結構その時ってすごいバンドいっぱいいて、多分ねディル・アングレイとかもそうだと思うんですよね。結構ね同年代のバンドってすごいのがいて、とにかく西から来た関西の面白いロックなお兄さんたちみたいなね感じなんですよ。その本当バンドメンバーの、その例えば DVD とかね、ちょっと待って、ここにざっとジャンヌダルクの DVD ね、常にこう棚に私のね、持っているものなんですけど、ジャンヌだよねこれ、そうですね、全部ジャンヌダルクですね。こちらジャンヌダルクディアリー大阪城ホール2枚組でね、すごい盛りだくさんな DVD なんです。ちょっとねライトが、すいません、照明つけるの忘れてた。こんな感じ、照明つけると余計見にくいっていう可能性もあるんですけど、これがね一番おすすめですね。ジャンヌダルクのいいところ全部入ってるかなと思います。これが10年のアニバーサリー DVD ですね。大阪ナンバロケッツ2006年ですね。こちらインディーズ含めたね、本当に基本的にインディーズの頃の曲で構成されてるね、すごいめちゃくちゃいいライブ DVD です。でこちらデッドアライブっていうね、2006年の埼玉スーパーアリーナですね。結構これも内容はすごくいい DVD、こんな感じで持ってるんですけど、大体ねオフショットっていうのかな、そのメンバーによるねライブ解説とかそういうのも入ってる DVD があるんですよ。特にこのディアリー、これはねめちゃくちゃすごいです。そのライブその映像を全部全体をこうメンバーと一緒に見ているような気分になれる、全編通して副音声が入っています。要するにテレビとかのね主音副音みたいなのあるじゃないですか、あれをこう副に切り替えるとメンバーがライブのその最初から最後までずっとこう見ながら解説してくる。お酒飲んだりとか、なんかピザ食べたりしてるんですけどね、メンバーは5人集まってその映像を見ながら喋ってくれてて、それを聞きながら見れるっていう、そういう副音声も入ってます。だから非常にこの DVD おすすめで、その副音声のすっごい面白いんですよ。メンバーめちゃくちゃ面白くて、その喋りが聞けるプラス、これファンなら分かるんですけどね、この曲目ってすごいんですよ。完璧に近いかなっていうようなね、もう本当にいい好きな人気の曲がもうたっぷり入っている。
DVD です。ジャンヌ・ダルクの良さってね、まあ、CD でも、まあ、伝わると思うんですけど、わかると思うんですけど、 DVD の、そのライブのパフォーマンス、まあ、当然その楽器隊のすごい技術とか、あとはヤスボーカルの凄さ、すっごい綺麗な声だし、なのにすっげえ激しい曲も、もうバリバリ歌えちゃうっていう、すごい、あの、とにかくライブが映えるバンドで、勢いもすごいし、まあ残念ながらね、今解散してしまってね、解散しないと思ってたんですよ、ファンからすると。いつかジャンヌはまた復活すると思ってね、あの、応援してて待ってたわけなんですけども、まあ、ボーカルのヤスさんはね、まあ、有名なアシッドブラックチェリーっていうね、まあ、ソロプロジェクト、まあ、バンドをまあ別で組んでるような形ですよね。あのメンバーっていうのは大体、まあ、ほとんどサポートメンバーで構成されて、毎回曲のたびに変えたりしてたんですけど、まあ、シットブラックチェリーが非常に、あの、売れたので、セールス的に、うん、まあ、もしかするとジャンヌより有名かなっていう感じなんですけど、やっぱりね、ジャンヌからのファンからすると、ジャンヌダルクあってのものっていう感覚っていうのはやっぱりあって、うん、まあね、しょうがないことなんですけど、しょうがないことなんですけどね、あの、いまだに私は本当にずっと聞いてます。あの、毎回ね、なんかバンドのお話するとずっと聞いてるって言ってるんですけど、本当に聞いてるんですよ。もう常にウォーキング行く時も常に、まあ、好きなね、バンドの曲、まあ、ジャンヌ・ダルク当然ね、あの、あとカグラ、マリス・ミゼルとか、まあ、ビドールとか、安全地帯も聞きますしね、あの、めちゃくちゃ本当に雑食なんですけど、私は音楽、とにかくね、まあ、今回、まあ、ジャンヌ・ダルクのお話なんですけど、で、今そのボーカルのヤスさんがね、あの、どうしてらっしゃるのかっていうことがすごく心配というかね、ファンの方もみんな、ヤスはどうしてるんだろうっていうね、あの、すごくそのキャラクター的に全員5人なんですけど、5人が5人すごく面白いんですよ。ひょうきんなお兄さんたちで、だからこそ、まあ、バンド解散の時のそのね、噂というか話で、公式にもね、発表されたことではあるんで、まあ、ベースのね、メンバーが、まあ、問題を起こしてしまって活動休止になり解散っていう感じだとは思うんですけど、とにかくね、なんかあの頃のね、ジャンヌ・ダルク仲がいい5人のね、まあ、幼なじみというか地元が一緒で、なんか関西の面白いお兄さんたちがこう集まってめちゃくちゃかっこいい曲をやっているっていう感じの、うん、そこが魅力だったと思うんですけどね。それがね、今、あの、何をされているかって分かるメンバーも当然いるんですけど、やっぱり気になるのはボーカルのヤスさんでね、すごい才能豊かで、そのボーカルも非常に綺麗な声から、さっきも言いましたけど、ヘビーな曲もできるし、歌えるし、作れるし、すっごい、そのロックバンドなんですけど、綺麗なバラードも作れるし、で、最近こちらのチャンネルでね、動画でもやりました風に乗ってっていう曲も非常に綺麗なロックナンバー、ロックバラードも作れるしね、ドールズとか月光花とかね、ヘビーの曲なんかだと、私はあのシスターとか大好きなんですけどね、まあ、とにかくそういうね、すごい幅広い楽曲を作れるメンバーがいて、演奏も一流の非常に優秀なバンドだったんですけどね、どうしてるのかな、ヤスさんは、ね。まあ、ジャンヌ・ダルクも、まあ、ちょろちょろね、このチャンネルでもやってるんですけど、これからジャンヌ・ダルク本格的にこういろいろやっていこうかなとも思ってます。すごい、もう魅力はもう底なしにあるんでね、やれることいっぱいあるなと思うんですけど、まあ、一曲一曲取り上げるのもいいし、まあ、これフリーにね、ジャンヌ・ダルクについて語るのもいいかなと思っています。拙い喋りですけど、ということでね、途中で椅子がね壊れました。
割れたんですからね、気を取り直して、ね、最後まで喋ってみました。ということで、まあジャンヌダルクについてね、ちょっと話してみました。興味のある方とかね、ジャンヌダルク好きな方いたら何かアクションいただけると、はい、嬉しいです。ということで今回は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。